鶴城公園やってました、久喜市の鶴城です。こういう字を書きます。公園利用のお願い、広告などの張り紙はやめましょう。ペットの糞は持ち帰りましょう。全裸になるのはやめましょう。トイレです。これは2箇所あります。歩行者用の道路と、向こう側はね、自転車用の道路です。こんなデッキがありましてね、釣りができます。釣りをやるデッキが3箇所あります。散歩をしている人が非常に多いです。周りが住宅街なもんで、スポーツフィットネス器具、それがいろいろね備えてありまして、心と体にプラスになると奥様がやってます。ほらやってんでしょ、2人で。カモでしょうかね。小さなバラ園もあるんですけども、今季節で咲いておりません。まだ 400m だ。公園の一番端です。右側に新幹線の線路が見えますね。 900m です。雨水ポンプ場がこれあります。ポンプ場、桜田雨水排水ポンプ。駐車場まで戻ってきました。一周1100m です。ハトなんかいたりなんかしてハッとしましたね。さあハトちゃん、あ、なんで逃げんだよ。一周1100m、やっと着きました。